パリ五輪陸上競技5日目の8月5日東京五輪7位の三浦龍司22スバル、が男子 3000m 障害を2組4位8分12秒41で通過した 1000m の通過は2分41秒 82000m が5分28秒9と自身の持つ8分09秒91の日本記録更新も可能なハイペースだったが三浦の走りには余裕も感じられた 大学時代から三浦を指導する長戸俊介コーチ、順天堂大駅伝監督は、東京五輪の時と類似の練習スケジュールを組んだが、その中にも3年間の成長が現れていた。アフリカ勢を中心に上位選手の壁は厚いが、7日の決勝ではメダルに迫る走りを期待したい。予選は1から3組行われたが、2組だけが速いレース展開になった。三浦は 2分45秒くらいでケニア選手が行くと言っていたのでその流れに乗らせてもらいましたとレース後に明かした2分45秒はそれなりに速いペースで最後にペースが上がれば日本記録に近いタイムになる1組と3組はスローな展開になったそうなるとレース終盤のペースの上げ下げやスパートするタイミングレース中の位置取りなどの駆け引きが重要になる ーーースメーカーがついて記録を狙うダイヤモンドリーグ、短尾開催では世界最高レベルの大会、では、その展開にはならない。五輪や世界陸上など、勝負最優先の大会で見られる現象だ。スローな展開になることが事前の情報で予想できれば、その時はまた対応策を考えられるが、今回は速いペースになることが予想できた。 d l の点線で有力選手たちと顔なじみになっていたことが生きたケースだった。ならばそのペースに合わせるだけで良いし、今の三浦がそのペースに乗れば、力のない選手や自重する選手を引き離しやすい。1000m では3人の先頭集団から 4m ほど後方の好位置を走り、2000m では5人の集団の4番手を走った。最後は5位の選手を 10m 以上引き離し、 それほど力をを使わずに4位で予選通過を果たしたし3年前の東京五輪は8分09秒92と日本記録を大きく更新したが今回の方が力を温存しながら通過している。